はい、今ねどこにいるかっていうとね、ブラジルのクリチバにいます。クリチバということで、ブラジルの中で人口が8位の都市です。190万人ほどということで、その中で、まあ、必ず皆さん訪れていただきたいところの一つがこの植物園です。いわゆるその英語で言うとボタニカルガーデン、こちらの言葉で言うと、ハルディムボタニコということで、どういったところかっていうとね、27万8000平方メートルってかなり大きいですけどね、その中に緑豊かな庭園のほか、独創的な形の植物園もありということで、植物園が向こうにあるんだよね。で、ブラジル国内の貴重な、植物が茂っているということで、温室があって、温室の横には展示スペースがあるという企画展が行われているということで、なかなか素晴らしいです。この今咲いてるのはこれ梅なのかな、桜なの、桜ではないけど、ね、梅っぽいやつが咲いてます。なかなか綺麗です。まあ、こんな感じで多くのこのクリチバの市民の人々、もしくはこの、パラナ州、ね、州の中で、まあ、多くの人々が来てます。だから今いる人はブラジルのこの現地の人たちなんだけど、すごく人気です。